Neandro, ne.来たってんですかね、隣でね。足を見ないといけないな。足の裏かな、すごい顔してますけどね。なんかね、ラオスはね、あ、足何もなかった。身長も綺麗ですね。面白い顔のね、仏像が多いですよね。雨降りそうな雰囲気もありますね。山の方は曇ってきましたよ。お父さんが走ってます。のどかですね。とても面白い顔してますね。にこやかですね、みんなね。大きな大仏さんがありました。目が低いですね。ファームにやってきました。ゲストハウスとレストランもあるみたいですね。さあ、ここでオーガニックのコーヒーでも飲んでちょっとまったりしたいなと思っておりますけども、ちょっとクレイジー一周ぐるっと回ってみましょうか。ヤギのチーズもあるんですね。ちょっとここはですね、カヤックというかね、ボートの出発地点になってましたね。ツアーの人たちがボード乗ってここからね出発するんですけど、こっちもなんか小屋みたいのがあっておしゃれですね。ランチしてるんでしょうかね。はい、というわけで今ここから火薬になって出発します。水量が多いんでね、川の流れも速い。では、締めに入れよう。サリーということで、メニューですね。せっかくですから、コーヒーを頼みたいと思います。オーガニックのラオブラックコーヒーアイスで2万バーツですね。これいきたいと思います。オリブラックアイス、ナムコン、ナムケン、ナムケン、はい、というわけで頼みました。ハローハワイです。
ブラックのコーヒーを頼んだんですね、というわけでなぜかアイスコーヒーを頼んだんですが、これで来まして、これどうしろっていうの、これ入れろっていうことなのかな、よく分かんないですね。自分で入れるんですかね、超難しいんですけど、はい、というわけで、オーガニックのアイスコーヒー作りたいと思います。ちょっと難しそうですね。今帰ります。ということでね、ではいただきます。コクがあってうまい。こんな感じです。一応ねミルクも持ってきてくれたんですけど、多分いらないです。一応、まあ後で味変えてみたいと。コーヒーです。いやー、まあ、ホテルからバイクで買っとんで10分ぐらいかかりましたね。何にもないとこですね、周りね、田舎、随分田舎です。はい、というわけで、豆とかもね、売れてみたいですね。ゲストハウスもあります。売れてますね。早くこう、家に来た人とかみんな、なんかいろんなもの買って、あ、ビール買ってんの。ビール買ったりね、なんていうのかわかんない。ということで、はい、オーガニックファームのオーガニックコーヒーでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは高尻散歩続きます。 See you next time。 バイバイ。これが今借りてるバイクです。すごいとこ走ってますか、もう前泥だらけですね。